ダンプリングとは、小麦粉を練って茹でた団子、果物入り焼き団子のこと、内種は卵、牛乳で練り、団子状にして茹でたもので、シチューやスープに浮かすもの。あるいは茹でた、じゃがいも、小麦粉、米、または両方に塩と水を加えて練り上げ、丸型に整えてから茹でたり、蒸したりしたもの。また、小麦粉などの生地で、肉、野菜、果物などを包んだ料理も、ダンプリングと呼ばれる。 英語では小麦粉に水を加えて調整したものをどうと言い,い、これを応用した料理は薄く伸ばしてあんなどを包んだ。料理と切る、伸ばす、ちぎる、穴や肩から押し出すなどの方法で成形した料理に大別される。ダンプは動詞、ぐちゃぐちゃにドサッと。ダンプワイは形容詞、ずんぐりしたダンプリングは名詞、投げ捨てること、ダンピング。ダンプリングにはころっと丸い動物、 ずんぐりした人の食いもある。日本の水豚やそばがき中国の餃子、ちまき粉、イタリアのニョッキなども、英語ではダンプリングに分類される。特に、ユーラシア大陸の各地で多様なダンプリング料理が作られている。ピエロギ主な原料は、小麦粉ないしジャガイモである。小麦粉で作る場合は水、卵、重曹を加えてこね、茹でる。ジャガイモの場合は蒸して潰したジャガイモに、 卵や小麦粉を混ぜ、スプーンなどで、一口大にすくい、茹でて作る。ジャガイモのクネードリキについては、オーストリアの影響が強い。小麦粉のクネードリキは、メインディッシュの付け合わせとして、ソースを絡めて食べ、ジャガイモのものはソースが少ない肉料理と食べることが、多い。いずれも水分は少なめでもっちりとしており、腹持ちが良い。バレーヌイクヒンカリクネードラハトルテッリーニの、 スープダンプリング状のパスタには次のようなものがある。とうちまき粉など、桃中央アジアのマンティ。ありがとうございます。